はい、皆さんこんばんは。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。サイテーマです。よろしくお願いします。前回バメ堂の内部に侵入することができたんですけども、バメ堂の内部ね、非常に寒くなっていたので、寒さをガードするものを買いに来ました。この防寒具しか、羽毛服も売ってる。こっち買おうじゃ。防寒の服をすべて買っておきます。よし、これで万全ですね。この状態で向かいたいと思います。ちょっと金がないか、金がないか。ということで装備して、バメ堂内部からまたお送りします。はいはい、戻ってきました。で、防寒着を購入してきたので、お見せしたいと思います。あと髪型がこれにより若干変わります。はい、リンクね、まあ、あんま関係ないんですけど変わりました。じゃあ早速行くか。よし、まずはマップを入手しないといけないので、マップを回収しに行きます。ここパラセルでしょ。マップは一番奥なんでね、もう一気にまず入手しに行ってみますよ。防寒着があれ必要なかったかもしれないですからね、もしかしたら。なんていうの、通電というかマップを入手すれば暖房効くみたいなね、可能性ありえますよ。ここ全体に暖房が行き渡って、無理だわ、屋根開いてるわ、天井普通に開いてたわ。あ、窓とか、暖房とかそんなレベル。まずこいつ倒そう。いて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 、俺にはこの守りがあるんだぜ。弱いね。倒しました。これ剣なんでね、剣系強いんで、ちょっと使わずに行きましょう。ボス戦に取っておきます。剣系がね、あと槍系が不足してまして、マップだな。頼む、ストーブでもいいよ。なんか寒さしのげるもん。頼むわ。まだ寒いですからね。いけるか。まあ、とりあえずこれでマップで心中操作ができるようになりました。また骨が折れるんだろうな、ここのダンジョン攻略には。すかした感じでなんか言ってくるでしょ、あいつも。どうせ心中操作が使えるようになりましたと。どうやら傾けたりとかするのかな。よし、心中のマップを手に入れたね。手に入れたよ。マップをよく見なよ。光ってる印が心中バメ堂を制御する端末だ。これ毎回思うんですけど、このバメ堂を制御する端末だって言ってくる今までのこの4人いたじゃないですか。最初のミファーは置いといて、基本上からなんですよね。お前負けたんじゃないんかいっていう。取り戻すためには制御端末を全部起動させなきゃいけない。おっと、できないとは言わせないよ。できないとは言わせないよ。基本上からなんですよ。なんかお前負けて魂だけの存在になったのに、なんでなんか挑戦するみたいな。よし、じゃあ一つずつ行きたいと思います。まずどうなるのか傾けてみましょうか。はい、傾けてみましょう。とりあえずね。ほう。おう。あ、こういうことか。全体的に傾いて。何 ?90 度いく。あ。なるほどね。これはやりやすいかもしれない。ということで、心中のこの制御端末、5つすべて起動させていきましょう。はい。ですね、マグネキャッチでこれを移動させられるんですけど、移動させつつ何とかここに行きたくてですね、こいつをまず左に寄せたんですね。で、左に傾けて、でマグネキャッチで手前に引き寄せて右に傾けて足場を作りました。で、これで何とかギリギリ上に行けますね。よし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 。で、この上に端末が、いや、端末まだないのか。とりあえず目玉を倒します。あ、宝箱か。あ、宝箱を取るルートか、こっちは。まあまあいいでしょう、入手します。ここはね、またプルア様に持っていきますよ。とりあえずまあ目玉を潰すと。あ、こっちに行ける。こっちは、お、こっちはワンチャン制御装置があるぞ。
制御端末がどこかに若干傾いてるんですね、今この建物自体が。めんどくさいな。とりあえずこれを潰す。で、出てきたこいつらも片付けます。でだ、端末がどこかに、なんだこれ、これもマグネキャッチか、違うな、これもまたちょっと分かりにくいな。で、また何か分かったら、あった、端末がありましたね。これ乗れないよね、乗れないから、あそこに何とか行く方法を探ってみたいと思います。はい、皆さん分かりました。あそこの端末に行く方法なんですが、ここですね。ここを上まで上がり、ここからジャンプすれば届きそうなんですけれども、この角度だと無理です。なので傾けまして、この傾いて一番上に上がってる状態からパラセールでジャンプすればギリギリですが届きますね。いや本当にギリギリ届きます。こっからジャンプ、ちょっと待てもう一回やり直します。本当にギリギリついて飛ばないと届かないので、さっき一回届いたんで、届くと思います。いきますよ。あ、これはいった、いける、オッケーですね。はい、端末一つ起動させました。残りの端末、制御端末はあと4個だよ。先は長いね。いやいや、お前のためにやっとんじゃ。お前のためにやっとんじゃ。よし、で1個起動させたんで残り4つですね。また、見ていきたいと思います。はい、わかりました。僕さっきジャンプで行ったじゃないですか。そんな必要全くなかったんですよ。これを押すとですね、窓が開いて風が出るんで、パラセールで普通にこう、パラセールでこう行くことができます。なので、ここ攻略もそうなんですけど、ここでも使えるんじゃないかと思うんですね。爆弾を例えば置いて、これで飛んだりしないかな。しないか。一旦止めて。OK ですね。破壊しました。でだ。もう一回爆弾通しますか。もう一回爆弾を通し。で、風を。入れ、飛んでいかないか。微妙だな。いそうですね、どうも。狙いは悪くないと思うんですけど、ボールは奥まで転がっていってはいるんですが、傾けるか。傾けると、どうなる？あ、転がっていくので、お、待て、ボールが。ほう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 。ここで起爆か。あ、なるほどね。で、鉄球が現れてくるので、あれマグネキャッチで操作だな。一旦止めよう。こいつをこっからマグネキャッチで操作できないかな。ちょっと待って。マグネ、届くか。あー、微妙に無理。ってことはですよ。傾けます。で、岩をこっちに転がらせてきます。で、岩が転がってくるので、それをマグネキャッチで操作します。で、向こうの右に見えるあそこに移動させたいと思います。そしたらドアが開くんじゃないかなと。やはり。そうですね。で、水平に戻し、ややこしいな、これ。未だかつてなかったような気がする。こんなに難しいなって時は、まあ、全部のゼルダの伝説やったわけじゃないんですが、これを壁越しに移動させていきので、ここに入れの
オクト。どうですか？これで。で、傾けるということですね。OK ですね。で、ドアが開くと、で、向こうの制御端末起動させます。ちょっと傾く、OK、OK、OK。いや、なかなか厳しいですよ。まあでも、うん、まあこれぐらいの難易度ですね。全部、全部難しい。残りの制御端末はあと3個。ほら、まだまだ。腹立つ、あいつ。腹立つ、あいつ。で、残りの制御端末は、奥に一つと、まあ、とりあえず水平に戻すか。奥に一つと、右足、じゃあ左翼の方に1個、右翼の方に2個か。これもまた行ってみたいと思います。何か分かれば、また、はい。はい、次は、右翼の方を攻略したいと思います。とりあえず、傾けて、この傾いたのを利用し、向こうに降ります。いけるかな？向こうに行くと。で、どうする？あ、とりあえず天井のあれを沈めましょうか。あいつを、あの目玉をとりあえず。沈めます。で、これか。これを開けると窓が開くと。で、回ってますね。回ってるので、マグネキャッチか。で、またここにスイッチ的なものがあって、だからどっかにボールがあると。マグネキャッチで、じゃあまたいじっていきます。いじれるのはこっちだけと。はいはいはい。で、移動させましたと。わかんないな。どうしようかな。とりあえず傾き元に戻すか。待て、こう傾けて、こいつを、あれでスイッチ押せばいいんじゃないの。これもしかしたらビタロックで止めて一気に発射させて、あ、このスイッチを押すみたいな。あ、これでいきますね。で、スイッチを押して、あれ？あ、わかった。わかりましたよ。わかりました。なぜ今ドアが閉まってしまったかというと、これですね。こいつが移動したからですね。なので、傾きをとりあえず、こっちに戻して、マグネキャッチか。もしくは、マグネキャッチで止めてて傾かせますか。じゃあ。これが開くんですね。ここの線を、ここ来てるんで、なので、マグネキャッチで、こいつを固定させている状態で、傾けるとか。じゃあ、行かないんじゃないですか？これで行かれたらもう、さすがに無理です。頼む。行け！行け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 。行くでしょ？ OK、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 OK。OK ですね。はい、これで、制御端末、4つ目かな？ 3 つ目か。OK ですね。次は、あの、左の翼の最後に残った制御端末も。制御端末はあと2個だよ。へえ、もう少しじゃないか。ちょっと機嫌悪くなってきたな。お前が仕掛けてんじゃないかとすら思えてきたわ、なんかだんだん。左翼の制御端末、ちょっといじって、ちょっと探ってみたんですけど、行けなかったので右に来たんですね。なので、右奥の制御端末、また見に行こうと思います。こっちか。
ここが開いてないんですね。お、宝箱か。おー、ちょっと待って待って待って、水平にとりあえず戻そう。で、とりあえずこれまたネジかシャフトでしょ、どうせ。あ、こういうのや、地味に嬉しいやつね。これだ、これが開く方法も、これが開く方法はこれか、風車か。もうここ開けないといけないしな。はい、外周部分、とりあえず次狙っているのが右の翼ですね。左がちょっとどうしても行けなかったので右から行こうと思います。左もまたおいおい考えていかないとダメなんでしょうけど、これ弓矢で届くかな。届かなかったらゴンドラ倒してから。あ、届かないですね、これ届かないな。仕方ない、じゃあ倒します。ゴンドラを倒しまして、適度に近づいたので平行に戻し、ゴンドラの動きを止めると。で、こっから矢を放つと。これで届かなかった、 OK ですね。で、倒すと。いや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 、こんな高度なことやらすかね。で、向こうまで行けるということですね。はい、ありがとうございます。で、ここにマップではここに端末があるってなってるんで、オッケーですね、端末。残り一つですね。あの反対側の端末が分かんないですよね、どうやっても。残りの制御端末はあと一個。驚いたね、ゴールは目前だよ。お前が刺身だから、もういいか。あいつのボケはもうずっと続くみたいなんで、もういいでしょう。じゃあ反対側、左側端末のとこまで行きたいと思います。はい、最後の制御端末、左かな、左翼の制御端末なんですけども、いけないと思ってたんですよ、これどう考えても。で、傾けても無理だろうと思ってたんですが、皆さん見ていてくださいね、これなんとこっから飛距離的に絶対無理だろうと思ったんですよ、下から気流が吹き上げていない限り。なんとこれいけるんですね。下気流出てる？俺ずーっと考えてたんですけど、普通にパラセールでいけました。もしゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、まあ多分苦戦しないと思うんですけれども、ここで苦戦する方制御端末はこれで全部いらっしゃいましたら、メイン制御装置を起動、苦戦する人いないか、まあ、参考にしていただけたら幸いです。マップをよく見てごらん、新しく光っている大きな印があるはずだよ。オッケーオッケー。まだ安心しない方がいいな。そうそう、ボスがね、風のカースガノンがおりますので、メイン制御端末まで戻りたいと思いますが、またボス戦は次回ということで、まあすぐアップすると思うんですけれども、また次回も見に来てもらえたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。あ、そうそう、ゼルダの伝説のサブクエストあるじゃないですか、あれもやっていこうと思っておりますので、で、マスターソードはじめね、まあガノンドロフをこれから討伐しに行くんですけど、マスターソードと、サブクエストの方も攻略していきます。その辺もお待ちいただけたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。